イブセンはアメリカ合衆国の俳優である。1908年、イリノイ州ベルビルに生まれる。母親はラトビア人で、父親はデン人だった。10歳まで同州のベルビルで育ち、その後はフロリダ州のパームビーチ郡へ一家で移住。それから同州のオーランドへ転居した。同地区の高校を卒業した後に、 フロリダ大学へ進学するが、金銭面の事情により中途退学している。その後、ニューヨークへ単身渡った後に、アルバイトをする傍ら、妹のビルマ・イブセンと共に、ナイトクラブでダンスを披露したり、ボードビリアンとして活動を始めた。その後、二人は、揃って、ブロードウェイ舞台のコーラスパートで、いくつかのミュージカル舞台へも出演している。その後、 二人は1936年に踊るブロードウェイで映画デビューを果たす。ちなみにこの作品は妹ビルマの最初で最後の映画出演となり、その後ビルマは芸能界から引退している。それまではダンスや歌唱などの経験からミュージカル関連の作品に出演することが多かったが、次第にミュージカルではない作品などへも出演。 またその歌唱力とダンスの才能から1939年に制作されたオズの魔法師ではジャック・ヘイリー演じるブリキ男の歌唱パートのみの声の出演をしている。その後もテレビドラマや映画など様々な作品へ出演しており、1962年から放送されたテレビドラマシリーズジャジャウマオクマンチョウジャーやオードリー・ヘプバーン主演の ティファニーで朝食をなどの話題作へ数多く出演している。1960年にその功績が称えられ、ハリウッドウォークオブフェームで星を獲得した。2003年に肺炎のためカリフォルニア州トーランスにある病院で死去した。95歳だった。ありがとうございます。